さて、今回もね、伊達政宗で天下統一やっていこうかなと思います。前回はね、中国地方と四国地方を侵攻しまして、ついにね、島津を九州まで追い詰めました。はい、今日はね、九州攻めですね。もう2つしか家残って、あ、これ3つだった、3つのしか残ってないからね、家はね。で、まあ兵力差は170万と26万と11万ですね。はい、ちょ、桁がどんどん変わってきて、すごいね、170万なんてあるんだなあとちょっとで上級初クリアなんで、とか四国に何拠点置いてんだ、拠点の買い方ってあんのかな、ちょっとそれよく分かってないんだけど、まあいいや。四国ってあんまりなんかどうなんだろうね、まあまあまあいいのか、ここら辺に置けばいいのに。お、来たな。さあ、もういや、すみません、亡くなったんだよね、前回の当主ね。あの、一応6ヶ月間戦しなくて済むんだけど、1回休戦すると、ごめん、6ヶ月だったかな、その間ちょっと飛ばしてたんだけどね。お、来たな。まだ俺まだ兵集めきってねえんだけど俺兵集めきってねえよ。でも行くしかないな。俺勝てるかな、この九州攻め。俺九州攻め勝てるイメージわかねえんだけど。13万で攻めるか。さて、じゃあ対名出します。ノーヘレベルは。で、ちょっと序盤はね、序盤ちょっとどんどん削っていこうぜ。で、足軽レベルもアップ。つか、足軽を最近ようやく歩兵し始めたんだけどさ、大変だよ本当にあの、でも農兵より早いんとか、なんでこの、待って、この1万の城からは何もないのか。あ、さすがにこっから出すのあれかな。ちょっともう一つこっから、さあ3つ出す10あの6万10万10万か。これ兵糧すごいことになりそうだな。まあしょうがない、こういうこともある。ああ、さあ来たぞ。示すは今だ。さあ、か、負けることはあるのでしょうか。怖いなあ。6万手順よし、さあ攻めよう。本当はこっちがさ、10万級集めた方が分かったような、多分。さあ、小倉城に攻めます。敵来てる、敵来てる、敵来てるよ、敵来てるよ、大丈夫かな。さあ強行で行こっか。あ、渡ったんだ。さあ九州の地に上陸。さあ行きましょう。こんなに兵がいても兵糧30万、あ、300日行くってのはすごいなほら左上あるけど、300日も兵糧持つもんなんだね。4万6000、まあ当てない、負けるんじゃねえかこれ。白馬てか、もう80くらいじゃなかった。負けたあ、負けたわ。あ、地味に下は勝つんじゃない、重真は。え、負けるの。いや、でもな、まあ、別に兵出せば何度でもいけるから大丈夫。2000は無理に決まってんだろ進め。さあ9万の兵を出します。まず拠点を作らない、拠点どうにかしないといけない。さあ果たしてここら辺は勝てるのか勝てないのか、準検所がないと厳しいかもなよし、 OK、 よかった。ここ負けたらちょっときつかったな。うわ、また来てるわ、また来てる。で、とりあえずここら辺に、まず九州に拠点作れたらでかい。俺の手で古き世を終わらせる。ん？なんか今死んだ？誰か死んだっぽいよな今。これまた来る、また来てる。でもさ、もはや序盤負けるのって様式日だよね。毎回俺序盤に負けてるけど、また来てるよ朝廷が。いいよ、毎回序盤負けてるからな俺。で、一回勝ち始めるとなんとかなってる感はある。さあどうだ。俺の手で、よし、やっぱ政宗なんだよね。また来てるし、あ、来なくなった。多分あれだな、小倉城に行ったからだな、こっち攻めるんだろう。さあ頼みますぜ。一つ落とせたらでかい、間違いなく。逆に言えば一人一つ落とすまで、よーし OK、 よし、これでようやくな、あの一つ拠点ができましたね。あ、九州に上陸できるかできないから全然違うからね。うん、まあ10万と8万の、まあ、9万か、9万の勢力で上限的に厳しいような。下行く、下でも変わらなそうだけど、ちょっと俺じゃ伊達政宗で鹿児島方面攻めてもらおうか。よし、来たな。徐々にさあ、徐々に侵略始めるよ。制圧、これどう攻めるかで変わってくるよな。中津城でもよかったかもね。あ、中津でよかったな、多分最初ちょっとミスったかもしれない。ちょっと待って、もう一部隊出すか、せっかくだし。さあ1万対1万、すっげえ。あ、10万対1万か、やべえな、10万対1万はあれ9万しかいなくね、気のせい。ああ、これから増え、あ、そっち行くのか。あ、ここは落とすんだ。あ、こっちは落とせるんだ。で、こっちの方どんどん攻めていこう。でもここら辺維持できるかなーってのはあるよね。ああ、来るわ。
まあいい、伊達政宗相手しろ。9万、9万で来るか。やっぱ島津強えな、戦島津の戦はさすがになかなか勝てるものでもない。4万で勝てるわけねえだろこの試合。我に続け。じゃあ再び兵を出す。よし、2万しかいなかった今。あれ10万出すんじゃなかったの？嘘でしょ俺10万って聞いてたんだけど。まあいいや、俺10万って聞いてたのにな。まあ交渉でいいんじゃないのここは。よし、でもこうやって物量で押していけばなんとかなるからあ、敵来てる敵来てる。勝てるかこれ。負けるんだ大谷行部。うわーマジか、またここ取られんの。めんどめんでー、マジか。票数制限的に勝ったかあったんだけどね。次だね、ここ行くしかないな。やっぱ後藤又部強いんだろうな。さあここ取れるかな。無理そうですよね。このような勝った立ち止まれぬ中津城何回落ちて何回戻るんでしょうね。ここは後藤又部に勝てるかな。重真は強いけどな、一応。でも大谷行部で勝てなかったら厳しいんじゃないかな。さあ行こう。あ、戦場条件が本当厳しい。あ、勝つ、OK。よし。よし。よし。政宗南下中ですね。さあ、政宗南下中ですが、政宗は大将だからね、簡単に負けられちゃ困るんで。まずここにでかい勢力気づかないと、多分一生ラチ開かないと思うんだよね。ここら辺にでかい拠点作って、ようやくなんか戦いになるから、ひどい、びっくりした。急にカットインしてきたね。あー、負けそうな気がするわ。負けたかー、勝てないね本当に。ちょっと九州魔境だね。全然勝てる気じゃない。1万4000で勝てるわけねえだろ我が領内に敵が迫っております。これ伊達が打ち倒すしかないな。これよし、OK、伊達が倒して、それが何せで伊達が迎え撃つと いうことですか。あー、戦場条件的にどこで戦っても不利だな。でも1万4000でしょ。1万4000だったら出せないかな。ちょっと伊達にどこで戦っても一緒だなこれ。あれ一応1万4000ちょっとしかいないじゃんここだわ。で新しい部隊も出しますと。それでいいね。まあこうなるな。まさのり頼んだ。待機する。来たな。もう何体でも来るね敵。天下を攻める。よし、勝ち続けるのみよ。早く攻め落とさないとまた来るぞ敵。よし、勝った。さすが政宗さんなんだよね。うん、さあ政宗はどんどん南下するしかないんじゃないこれ。南下政策取るか。南下政策と北上政策の2つだ。勝て政宗。よし、政宗さんなら負けないと信じてたよ俺は。いや本当よ、これ本当だからね。よし落とした。さあ重真が落としてくれました。さあ徐々にね序盤負けまくったけれども、またここで流れを取り戻した。つかもうあの数の暴力で何とかしてるが正解ですね、はい、いや真面目に数の暴力で何とかしてるから。よし落とした。さあ徐々にあのチリみたい、チリ並みに縦長にしてるよね。チリこっち側だけどね、うん、さあということで遅れる者は切る。使いの者が来た。それは交渉ダメです。よし、負ける気しないね。もう簡単には負けねえんじゃないかなっていう考えはある。じゃ横に突っ切るか。負けるんかい。これ岡城何回も負けてない。岡城きつい、硬いね守り。さあ、まあ、もう1万の兵が当たり前になってきてるような進め。あの兵は1万、もう1万は最低ラインのところある。そして全然あの政宗さんがあの何もせず行ってますね今のところ。もうついに鹿児島まで来ちゃったよ。伊達政宗が鹿児島にいる映画浮かばねえんだけど。みんな浮かぶ？俺は浮かばん。来た。さあ全然あの交渉が成立してないんですよね今年。ほら
一度たりとも交渉成立してねえよ今日。あの地味に正宗さん攻められそうだね。来てるね正宗さんのところに。うわー来ちゃってるよ正宗さん。来た。いやー勝てるか正宗、頑張れ。上限がありそうだな。赤ちゃん揺るがないそうです。よかったね正宗さん優秀。あー重真の方にも来たか。上限だけ勝ってそうだけどな。揺るがないそうです。もう揺るがない展開で攻めてきてるってことはやっぱちょっと苦しくなってきてるところはあんのかな。敵もこの城もらい受け。で下の方どんどん落としていこう。いざ参るぞ。遅れる者は切る。ついに本州の一番下まで来たぞ。絶対交渉成立しない自信あるわ。絶対無理だろ。あ、いいんだ。 62% ならさすがに超えるってことか。よし OK。 これここはないんだっけ。あ、ここはないんだっけか白。そっかそっか。じゃあ正宗さんは今度ここを通って、あ、じゃあこっちだな。さすがにこっちだわ。出陣する。徐々にちょっとね、まあでも本当本州の一番下取ったからな。だいぶ島津をもうさかっさらいに行ってるってのは間違いないよね。さあ落としていきましょう。1ヶ月ちょっとで落ちるっぽい。ちょっと待って。ちょっとストップ。どういうこと。ちょっと待って。どういうこと。あなたに敵対する勢力が流れました。伊達家の元天下統一されされてない。痛い。なんか押したっけ俺。嘘。これ俺間違って押した。俺総武事例押すなんて押したっけ俺。嘘でしょ。今俺ポチポチ普通に押してたんだけど、あれもしかして、あれちょっと待って。嘘でしょ。みんな天が統一したらしい俺。みんなありがとう。総武事例。俺総武事例、何総武事例せかす、今何、じゃあしませんって言われたってこと。嘘でしょ。総武事例ってそういう展開あんの。いや俺普通になんかあのなんか大名画面だっけからさ、スコースだけだと思ってさ。いや俺みんなありがとう。伊達政宗まで天下統一した。よしよし楽しかったな。いや島津ここで総武事例押すんだったら島津こんな殲滅しとらんわ俺。まあみんな天下統一したってことでいいかい。いや私だいぶ押したけどさ、嘘でしょ俺総武事例いつの間に。いやでもこんなこともあったね。いやなんかいろんな家がここで、岩城家は懐かしいな。あーまあでも達成されたってことだ。いやマジでさ、これだけ言っていい？あでもなんか違うわけとか言うけど、俺総武事例押したくて押したわけじゃないからね。まあでも大半制覇したしな。いや最後なんか最上さんとどうなのか見たかったけどな。俺のまあなんかある意味俺らしいか。いやーどんどん減ってったね。そう。あれ、毛利それで。で、ここら辺から記憶ちゃんとあるよね。で、長宗我部がダメだった。存続できなかった。島津、生き残ったね。おめでとう。以上、天下統一達成しました。ごめんちょっとびっくりすぎて何も言えないな。なんか俺まともなこと一切言ってなかったよね今。なんかあれほんと余韻に浸るところなんだろうけど、あなんかいろんな家紋が出てきてる。まあ天下統一したということでみんなありがとうね。はい、なんかいろいろ出てきてるけど、今言えることはいつの間にか天下統一されたということです。ポチポチポチって押してたのがダメだったのかな。ということで皆様、ご視聴ありがとうございました。伊達政宗無事天下という仙台幕府の誕生でございます。チャンネル登録高評価してない方がいたらぜひともクリックよろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンク概要欄にありますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。ではじゃあね、バイバイ。ムービーの途中だけど。